おめでとう宇都宮ブレックス。ご視聴ありがとうございます。トーコです。最終戦はライブで見ましたが、琉球も強く優勝決定にふさわしい熱い戦いでしたね。女子のオーストラリア第2戦と合わせて、バスケ漬けの休日でした。さて、今回の動画はそんなオーストラリア戦の第3戦、最終戦の試合レビューです。第1戦目は、白熱した展開で東藤選手が爆発。27得点を稼ぐも6点差で敗北。2戦目は、堅い守りでお互いロースコアの展開。1点差の粘り勝ちとなりました。そんなこんなで迎えた第3戦目。一体どんな展開だったのでしょうか。早速一緒に振り返っていきましょう。こちらが、今回の試合の得点推移です。2戦目とは打って変わって、序盤からアグレッシブな展開でスタート。オーストラリアの高さある攻撃に対し、機動力のあるディフェンスで対応します。しかしながら、タフショットまでは持ち込めるものの、オフェンスリバウンドからの得点が止められません。オフェンスに関しては、これまでの試合よりボールがよく回り、前半はフリーで打てる場面も多い印象でした。後半に入ってからも、ポイントガードを起点としたボール回しは継続。リバウンドも徐々に取れてきて、セカンドチャンスからの攻撃も生まれます。最終までシーソーゲームでしたが、2点差で日本の勝利となりました。続いて、今試合の細かいスタッツです。アシストの数値が20台に伸び、やっと日本らしいバスケが見られたなという感じ。ドリブルで切り込んでからの合わせのパスも多く、イージーなシュートが多かったです。リバウンドの数値もオーストラリアに肉薄し、互角に渡り合っていたと思います。トータルで見ても、かなり良かった試合だと言えるのではないでしょうか。今回の試合のロスターはこんな感じでした。最長出場時間は、オコエ選手、赤穂選手の27分。確かにこの2人は今日は当たってましたね。プレータイムもうまいことシェアできて、良かったのではないでしょうか。得点トップはオコエ選手の15得点。日本の8得点を含め、スリーポイント3本を決めました。リバウンドトップは東藤選手。3年生全てで大きな存在感を発揮していました。アシストトップはもちろんこの人。徐々に周りの選手との息も合ってきた感じでしたね。無事、2勝1敗とか格上のオーストラリアに勝ち越して遠征を終えることができました。終わり良ければ全てよし。ワールドカップ本戦が楽しみですね。最後までご視聴ありがとうございました。また、次回の動画でお会いしましょう。